今回はカメラアングルや構図を指定するのに役立つプロンプトをご紹介します。まずはこちらの画像をご覧ください。このように一つの単語を変更するだけで生成される画像の構図がかなり変わります。理想のアングルを探すのにぜひ参考にしてみてください。早速使い方を見ていきましょう。まずは From Above というプロンプトから見ていきましょう。以後はここの部分のみプロンプトを変更していきます。 From Above は被写体よりも高い位置から構えて撮影する手法です。特に何も指示を加えないと上目遣いのような写真が多く生成されました。逆に視線を下向きにするようなプロンプトを追加すれば儚げな雰囲気や繊細な表情を引き出すこともできます。モデルが椅子に座っている場合や地面に寝そべっている場合にも効果的な構図になります。今度は逆に下からのアングルを見てみましょう。アボーブをビローに変更するだけです。フロムビローは先ほどとは対照的に被写体よりも低い位置から撮影したような画像を生成できます。このアングルではモデルをより大きく見せる効果や迫力を強調することができます。力強いポーズや自信に満ちた表情を見せたい場合にはかなり使いやすいプロンプトです。アボーブと比較してみてもだいぶ雰囲気が変わるのがわかると思います。被写体の雰囲気に応じて使い分けるのも良いかもしれません。次はフロムサイドを見ていきましょう。その名の通り被写体を横から撮影する手法です。横顔の絵が欲しい場合に使いやすいプロンプトです。目線の指定をしないとカメラの方を向くショットが多い印象があります。正面を向いている写真よりも顔に陰影を作り出しやすいので照明とうまく組み合わせるととても雰囲気を出しやすいアングルです。似たような構図になるプロンプトでプロファイルというものもあります。フロムサイドの代わりにプロファイルを設定しても同じように横顔で生成してくれます。フロムサイドの時とは異なり目線もカメラの方ではなくまっすぐ向いてる画像が多いという特徴があります。これらをうまく使い分けるかあるいは目線のプロンプトも追加すれば横顔で理想の絵に近づけやすいかと思います。お次はフロムビハインド。こちらは被写体の背後から撮影したような画像を生成してくれます。モデルの表情を隠すことで物語性や神秘性を演出することができるアングルです。今回は背景なしで画像を生成していますがモデルの目線の先に物や背景があればそれらを強調する効果もあります。またモデルが他の人物と対話している場面ではその関係性や会話の内容を想像させる効果があります。ファッション撮影やポートレート撮影だけでなく何かメッセージ性を込めたい時などに使いやすい構図です。オーバーヘッドショットはフロムアボーブの時よりもさらに真上から撮影したような画像を生成してくれます。モデルが寝そべっている場合にはかなり使いやすそうなアングルですね。何も指示をしなければベッドの上にいる画像が多く生成される印象があります。実際にフロムアボーブと比較してみるとこんな感じです。アボーブは少し上からという感じでオーバーヘッドは真上から撮影してる感じが伝わるかと思います。どちらも共通で言えることですが目線についての指定をしないとカメラ目線の画像が多く生成されます。次は顔のアップ画像を生成したいときにおすすめのプロンプトクローズアップです。クローズアップはどの写真を見ても割とバランスよく顔のアップを再現してくれていることがわかります。このような画像を生成したい場合はぜひ使ってみてください。またエクストリームという単語を加えるとさらに顔にフォーカスした画像が生成されます。エクストリームクローズアップを加えた画像はこんな感じです。だいぶ顔にフォーカスされていますね。クローズアップは肩まで写っている画像が多いのに対してエクストリームの場合は顔のみの画像が多いのがわかるかと思います。クローズアップに限った話ではないですがエクストリームなどのような単語を入れてあげると雰囲気が変わったりするのでいろいろと試してみてください。それではモデルのどの部分までを写すかを指定するプロンプトも見ていきましょう。
まずはアッパーボディというプロンプトを追加してみます。するとこのように上半身だけが写った画像が生成されました。お腹よりも上の部分を写したいときによく使われるプロンプトです。もう少し腰のあたりから写したい場合はカーボーイショットというプロンプトがおすすめです。しかしカーボーイという言葉が混じっているせいかたまにハットをかぶって生成されてしまいます。ハットをかぶってほしくない場合はネガティブプロンプトにハットとキャップを追加しましょう。再度生成してみると狙い通り腰のあたりからの画像が生成できました。しかし4枚のうちの1枚だけしかうまく生成できなかったのでパンツも指定してみます。また画像のうちの1枚はまだハットをかぶっていたのでカウボーイハットというより具体的な単語をネガティブプロンプトに加えてみます。すると今度こそ理想通りのカウボーイショットが生成されました。デニムパンツを指定することでこちらの意図を理解してくれたように思えます。アッパーボディと比較するとこんな感じです。同じ上半身の写真でも被写体が写っている部分が微妙に異なるのがわかるかと思います。流れで見てもらった通りカーボーイショットというプロンプトのみでは狙い通りの画像がなかなか出てきません。カーボーイショットを使用したい場合はおそらくパンツ部分も写したい時だと思うのでそこもしっかり指定してあげるとうまくいく可能性が高まります。それでは全身を写したい時に使えるフルボディも見ていきましょう。悪くはないですが全身と言えるような写真は一つしかありません。これもカーボーイショットの時と同様靴まで指定してあげるとうまくいく確率が高まります。黒のハイヒールをプロンプトに追加してみましょう。するとこのような画像が生成されました。靴まで指定したことで全身を写してくれる精度が高まりました。さらに言うと全身の場合は縦の比率を多くするとよりうまくいきます。試しにハイトの数値を上げてみましょう。するとこのように全身が写った画像が安定して生成されるようになりました。狙い通りの画像を生成するにはプロンプトの調整はもちろんですが重要比の調整も実は重要です。プロンプトは悪くないのにイメージ通りの画像が生成されないという人は画像サイズを調整してみるのも良いかと思います。他にもカメラアングルや構図に関するプロンプトはいろいろあるのですが変化率が分かりやすいものを中心にお伝えしました。ブログの方にも随時追加していきたいと思っているのでよければそちらも参考にしてみてください。またコメント欄の方にもタイムスタンプを記載しておくので振り返る際などにぜひ活用してみてください。このチャンネルでは最新の AI ツールをご紹介しています。参考になったという方はチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。